はい、どうも。どうも、オリオンしゃべりばです。今回のテーマはですね、今回のテーマは終戦。今日あれだよね、終戦記念、記念の終戦、そうなんですよ、15日ですよ。そうだね、ということで終戦についてちょっと戦争についてね、いろいろ語って戦争についてみようと思います。はいはい、ということで宝徳さん、なんか宝徳さんなんか思う終戦っていうことで、まあ、まあ、どっから手をつけていこうかなと、ちょっとありすぎて、ありすぎますよね。山口と戦争の関わりみたいな。山口と戦争、そうですね。空襲で言えば、意外と山口市とか萩市は無傷だったんですよね。なぜかアメリカ軍は空襲の対象にしなかったんで。ただし、岩国、周南、豊富と、あと、まあ、小野田もですし、宇部とか、下関に限った工場があったから、もう対象にされて、ひどかったらしいですね。そうですよね。僕、周南住んでますけど、周南の駅前が、今、ああいう感じなのは、空襲の影響があったっていう。そうですね。あ、そうなん。確か、周南で、東京のなんか地名、銀座とかなんとか、東京の地名になってるところ、あれも空襲でもう、土地がむちゃくちゃになったんで、で、それでまあ一からやり直すために、東京の地、東京みたいな立派な都市を目指すということで、東京の地名を借りたわけですね。そうなんですね。初めて知りました、これ。あれですよ、それやっぱ珍しいらしくて、昔なんか、タモリの番組で取り上げられてました。でもそれならなんか納得できるね。納得できる。確かにね。すごい分かりやすかったです。周南。周南も回転とか。回転基地ですね。このイメージがある。やっぱり全国的には珍しいですよね。人間魚雷。魚雷。もともと呉の方に工場があってから、そこからもう運んで魚雷の発射試験に適したところだったんですよね。それをまた戦争末期になってから回転の基地にしたっていう経緯がありますね。あと戦争絡みで言ったら、下松の笠戸島にコンクリート船っていうのがあると思います。それは初めて知りましたね。意外とマニアックな、あれってどうなん、まあ戦争やろうけど、あれはあれなんだよ、戦争末期の時に、なんかもうやけくそになって作ったみたいな。だから実際はもう出てないんだって。ずっと止まった状態で、そのまま沈んじゃったって。なんか似たようなのが呉にもあるらしいけど、コンクリート船。あるある。いや、結構ありますね。そうありますね。それこそ、防空壕とかあるんじゃないですか。防空壕ね。防空壕ってなんか、見つからんっていうか、探そうと思ってもなんかないん、どこにあるの。まああるんやろうけど、なんかいざ探そうと思っても見つからんのね。あれ分かります、あります。そうですね、私も今のところ見たことないですね。防空壕、古墳だったらあるけどね。古墳は違うもんな。古墳は違う、それは違う。あれですか、なんか横穴みたいなのが開いてたりするんですか。そうだ、そう、壁に。それ、掘った穴。確かに防空壕はない。それこそ峰だったらありそうだけどね。峰は炭鉱跡なのあるけど、穴は穴でも。むしろそれが防空壕なのか炭鉱の穴なのか見分けがつかないぐらいですね。兼用してたんですかね。兼用してたんですかね。いやー、井沼くんどう思いますか。はい。聞いた、聞いてましたよ。防空壕。防空壕ですね。防空壕って木辺にありますよ。あ、木辺、ああ。木辺の大田なんていうところにあって。書いたことある。うん、はい、あります。ほう。さすが木辺人。さすが木辺人。さすが木辺人。それはいいこと聞いた。なんか戦争についてなんか。戦争について。わかる。なんかあれですよね、なんか山口の宇部、なんか本当は山口になんか現場を落とすつもりだったんでしょ、新工場。で、なんかその時に曇りっていうか、天候が悪かって、なんか定まらんかったから、広島の方に行った。山口も宇部の方は工場いっぱいあるから、そこを壊滅させてしまおうっていう感じで。本当な。あ、本当ですよ。
で、広島の方に行ったと、ちょうどなんか、あ、じゃあ、山口も危なかったと。はい。まあ、確かに近いもんね。近いよね。だから、広島に原爆落として、その後に長崎行ったな。ああ。まあそうですね。あ、でも、あれ、あれなんか、あれですかね。道も違うけど、場所がちょっとずれてるじゃないですか。あれなんか意味あるんですか？ああ、それもまた、どうなんですね。そこまではちょっと。わからないですよね。なんでこう、広島に落として、そこから長崎に行くんですよね。確か、まだ、リトルボーイですね、まだ確かアメリカは全部は公開してないですけど、確か全部で10カ所ほど予定されてたとか、そのうちまあ京都とか東京も含まれてと、こう考えたら東京とか落とされたらどうなるかっていうと、相当できないですよね。まあまあ東京でも普通に小さいあの小型空襲は東京大空襲ですね。まあ、小型ばっかりならまあボン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 。ホタルの墓とかね。ああ、そうね、あったやん。ただ、原子爆弾ぐらいのやつ。ああ。ああ、なってね、こう、上空何メートルでこう。だから一番被害を受けたのは広島よね。ね、まあ、その広島の隣の県ですからね、山口は。今だいぶ減りましたけど、高齢者とかその時の、もう生々しい話とかよく聞きましたね。あ、来ましたね。子供の頃よく来ました。今の90歳ぐらいですかね。そうなりますね。90歳の人が子供というかね。だから、岩国に住んでるお年寄りの人とか聞いたら、やっぱ岩国からは全然見えたらしいって。まあそうでしょうね。雲が。あ、これはもう広島終わったね、みたいな。話してた。まあ、朝でしたもんね。みんな油断してますよ。8時15分です、ね。岩国から見える。ああ、見えるよな。見えるよな。一回あの、広島の方に B29 別の方が偵察になんか来てから、その時警報が鳴ってから、うん、みんな防空壕とかに避難されてたらしいんですよね。うん、それがもう去った後にみんな油断して出てしまったとかで、うん、その時まだあの、残っていれば被害が少なかっただろうとは言ってますね。ああ。包丁に落とされるってなかなかえげつないですね。そういうことか。まあ戦争に関してはね、終戦に関してはどう？終戦記念じゃないですか、今日。ってことは、その、記念ってことは、じゃあ記念で何するのっていう話。そうですね。まあ記念、まあ私もちょっと無知な方なんで、まだ調べてはないんですけど、記念って言ったらなんか、わーってか、楽しいイメージありますけど、それだけではない意味合いもありますからね。記録としてその日が、まあ忘れてはいけないよっていう意味の、そういう記録、記念ってことだよね。参拝するんじゃないですかね。広島の平和記念公園とか、基本的に。そうですね。参拝するんですよ。バッハ来たんや、バッハが。バッハ来たんや。帰れ。いやー、そうっすね。まあ本日終戦で有名なのがもう、誰も聞いていなかったもう天皇陛下の声をその日みんな初めて聞いたってらしいですね。曲音放送。大河滝を耐え、大河、忍び滝を忍び、大河滝を耐え、忍び滝を忍びっていうのがもう有名で広まりましたけど。いいですね。それで終戦になってマッカーサーのGHQ でしたっけ？そうですね。なんか、承認したんでしょ。日米、なんちゃっけ。で、その後またしばらくして面白いのが、天皇陛下自ら日本を回ってみたいっていうことだったんで、で、ま、実際回ったら誰もその、見たことないか、それまで見たこともない神様でしたから、天皇本人が目の前にいるのにもかかわらずみんなして、あれ、陛下はどこどことか、いつ来るのとか、いうのがよくあったようですね。ああ、今と違って、それはテレビとかないですからね。そうか。大丈夫ですもんね。だから天皇がもう人間宣言するまではもう神様で、誰も姿を知らないし、知ってはいけない存在でしたからね。本当あれですよ、今と文化というか考えてることが全然違うんですよね。憲法も変わりましたもんね、大日本帝国から、だから戦争はいけないとか、なんなら人を殺してはいけないみたいな考えみたいなのって、本当近代ですからね。戦争中はもう、そういう考えはそもそもないですか。ないですよね。敵がいたら殺せみたいな。
こういう時代、まあ、国からのね命令やからね、今じゃありえんよね。そうそう、国のために死ぬみたいなね。今はちょっと手出してるけどね、炎上する、炎上するからね。だからあの先生とかもさ、もう原稿使わせできんよ、ね、ああ、もうその時代じゃん。まあね、まあそうだよね。まあいい時代になったってことじゃないですか。じゃあちょっとそろそろね、待ってみましょうか。はい、じゃあ、うまくまとめようか。カミティや。いやいやいや、大徳さんでしょ、そこは。大徳さんや。なんか、ビシッと学ばないですか。ビシッと。そうですね。まあ、まあもう本当あの戦争は、私も全く世代的に知らないけど、うん、まあ、右も左もいろいろ言われてますけど、とにかくまあ、戦争がなくて今生きているってことは幸せなんだなっていうことで。本当ですね。ですね。戦争ダメ、絶対ですよ。はい。ね。ということです。ということです。平和大事。